ありますがお持ち帰り騒動の時のコメント事務所を通してください出た。を今言い直せるとしたら何と言いますか確かにあれ後悔してるでしょあれ後悔してるねあれあれはダサいやつだねなんで私あんなこと言っちゃったんだろうそうだね私も言うとは思わなかったあれはダサいやつだね自分が言うとはいや私も自分が言うとは思わなかったねあのよく聞く 女優さんとが言う焦っちゃった突然だからいまさか自分のところに来ると思わないからそう思わないびっくりしちゃってすごいのはだからその日生放送でこの時間に出るって分かってたから家の前にいたんだけどそこっちもすっぴんだし汚いまあ感じで出てきた時にバッと走ってこられたから最初何言ってるかわからないんだよね「木曜日何してました?」って。でパっちゃてその 言言葉言いましたけど。<laughs> まあでも今ほら冷静に考えてみると、うん、ほらね今言い直せるとしたらなんて言いますから、うん、なるほどね。<ー>言い直せるんだったら、うん、そうだなあれもそうだな何人かちょっと思い当たる男の人いるんですけど誰ですかっていうね。どの <laughs> 人の人のこと言ってっ、ね、って言いうのも。 そう,100点だ、ね、そ,うそれ余裕があっていい<ー>かっこいいね、うん、私それだからそれ言った後ああそうすればよかったって何回かこう返したんて反送してもこれはかるこれはみんないいわあいいね完璧だねそれこういうコメントを言って雑誌に載るとそのよ翌日か出川さんとかにもう犬一番に言ってくんだ、ね、あのコメント久保さん何?」みたいな芸人がすぐそういうふうに言われたんで 反省はなるほどううでもやっぱ反省踏まえてちゃんとこういうふうに答えればよかったなって答えは持ってるんでねできるね、うん、さすが。